将来的に彼と契約しようとするかもしれない。一時は久保建英への関心が伝えられた遠藤航所属のリバプールがブライトンの三笘薫に興味を持っているようだ。リバプールの専門サイトが、リバプールは特別な、ブライトンの選手に注目しており、将来的に彼と契約しようとするかもしれない、と題した記事を掲載している。同サイトは、ブライトンが開幕節のエバートン戦に 3-0 で快勝した試合を取り上げ、この勝利の鍵となった選手の一人が三笘だった。この日本人ウインガーは先制点を挙げ、試合後にチームメイトのダニー・ウェルベックから特別な選手、と評された、と報道。こう綴っている。ディアスいるやん。ディアスより良いと思うわ。合う合わないは別にして三笘はどこでも欲しいだろうよ。ルイス・ディアスがバルサ移籍せずにいる限りないわ。これは久保に対して失礼だろ。マネの後釜で早いとこ取っとけばよかったろうに。まずは脱がいらんねん。シティの古橋といいやっぱりスピードは重要ポイントだな。リバプールレベルじゃ三笘いかんだろ。リバプールはまずサラーとファン、ダイクとTAAの契約更新しようよ。三笘はシュート力なさすぎる。ボール持ったら必ず一人は抜けるからな。あれだけ守備もしてスピードもある三笘は特別や。両方取っちゃえ。